ここは東京赤坂のホテル。この建物が建て替わる前のホテルで、一人の誘拐された男が身を潜めていました。しかし、その男は別の事件の容疑者でもあり、警察はその男を捕まえるためにとても尽力した事件です。それではどうぞ。1996年11月4日、警察に一通の被害届が出された。夫が誘拐され、身代金5000万円が要求されたというのだ。警察には連絡するなと脅しも入れられていた。夫が行方不明になり、数日後、自宅には脅迫文とともにあるものが送られていた。それは人間の指であった。警察に連絡したことで犯人が憤り、手を引かなければ1日おきに指を切るというのだ。警察はすぐに指を鑑識に回した。女性の夫のものであるかを確認したのだ。指は間違いなくその男のものだった。猟奇的な誘拐犯による事件。しかしこの誘拐事件、身代金目的とするには不可解な点があった。誘拐された男はある事件の重要な容疑者だったからである。誘拐された男の名は自称デザイナー小田島徹。ある事件とは半年ほど前に起きていたもので、証券会社の課長代理の男が一晩で2割儲かると言い、5人の顧客から4億を超える大金を預かったまま失踪したという事件である。この事件の捜査をしてみると、課長代理の男に株のインサイダー情報を流し、金を集めるよう指示したのが小田島だったことが分かった。警察はこの事実をもとに、小田島が誘拐される前の9月5日小田島に対し取り調べを行った。小田島によると、指示をしたという事実はなく、仕事で悩んでいた課長代理の男に頼まれ、小淵沢の貸別荘を用意し、そこへ彼を車で送って以来、課長代理とは会っていないとのことであった。小田島は貸別荘を持っているほど金回りがよく、課長代理の男は小田島に憧れていた。その小田島から聞かされた儲け話であったので指示に従ったが、やはり不安はあったそうで、知人にもし僕がいなくなったら小田島さんのことを警察に話してほしいと頼んでいた。警察は小田島が限りなく黒であると見て取り調べを行っていたが、そんな最中に今回の誘拐事件である。一体誰が小田島を誘拐したのか。警察は身代金目的であれば、犯人は小田島の命を奪うまでのことはせず、切断された指を治療するために病院へ連れて行くはずと考え、指を切断した人が来院した病院を片っ端から調べた。指が送られて以降、近隣の病院で指を切断して来院した患者さんは100人以上に上ったが、ある病院で小田島らしき人物を目撃したという情報が得られた。捜査員が病院で診察した医師に話を聞くと、男は偽名の保険証を提示していた。小田島の写真を見せてもはっきりしない。しかし付き添いの女性に対して警察は、この人ではないですかとある人物の写真を見せた。すると病院側は、この人で間違いないですとはっきり答えた。その付き添いの女性は小田島の愛人、事件の鍵を握る重要な人物だった。診察申し込み書から小田島の指紋が検出された。愛人と一緒にいる状況を鑑みて、捜査本部は小田島の誘拐事件は自作自演の狂言誘拐と断定。小田島徹は全国に指名手配された。すぐに愛人の元に向かった警察は取り調べを行ったが、愛人は全く口を割らなかった。しかしこのままでは小田島の指は壊死してしまうので、まずは指の治療をして命を助けないといけないと情に訴えると、愛人は小田島の居場所を吐いた。小田島は東京のホテルにいた。
部屋に入るとそこには抵抗することなく正座をして待ち構える小田島の姿があった。警察は小田島を偽名の保険証を病院で使ったことを理由に逮捕した。もちろん本命はこんな容疑ではない。小田島の指の治療が終わると長い取り調べが始まった。誘拐について聞くと小田島は狂言誘拐をあっさり認め、指は自分で切断したと自供。しかし半年前に姿をくらました課長代理と大金の行方については一切黙秘を貫いた。なぜこんなことをしたのかと聞くと、詐欺事件の取り調べから逃れたかったからとのことで、課長代理が大金を集めたことも行方をくらましたことも自分とは無関係だと主張。その後も事件について警察の追及を巧みな話術でかわし続けた。嘘がつくのがうまいというより小田島の人生そのものが嘘で塗り固められたものであった。小田島は北海道で生まれ、高校卒業後東京芸術大学を受験するも失敗。フランスに渡り美術専門学校に入学し、パリで絵画やデザインを学んだ。帰国した小田島はデザイン関係の会社に入社するもすぐに退職。自ら靴の販売店などの事業を起こしたものの全て失敗している。株に手を出すも1億円以上の損失を出すなど失敗続きの人生であったが、周囲にはフランスの国立大を卒業しルノーでデザインの仕事をしていた。サザンオールスターズやイルカ、ビーズなどの作詞作曲をゴーストライターとして手掛けている、上智大学の教授をしているなどなど大ボラを吹きまくっていた。もはや自分がついた嘘を真実であると思い込んでいる異常者としか思えなかったが、事件は突如動く。小田島の高校の同級生だと名乗る女性から、半年ほど前に突然訪れてきた小田島からスーツケースを預かったという連絡があった。その同級生はテレビで小田島の逮捕を知り届け出たのだった。アタッシュケースを開けるとそこには総額2億8000万円もの現金が入っていた。課長代理に集めさせた大金に違いない。しかし小田島は株で儲けた内緒の金であるなど嘘をついたり黙秘したりを続けた。もうこのどうしようもない男にはどう言っても逃れられないような決定的な証拠が必要だった。そして警察は再度小田島の愛人に協力を求め、何か思い当たることはないかと尋ねると、会社の社員と肝試しをするから下見に行くと誰もいない山中に連れて行かれ、白い布か何かで印をつけていたという決定的な証言を得ることに成功する。警察はその愛人と共にその印をつけた場所へ行くと、誰かが掘り返したようなわずかに盛り上がった場所があった。掘ってみるとそこには白骨化した遺体があった。調べてみるとその遺体は失踪していた課長代理のものだった。小田島は大金を集めさせた後で課長代理の命を奪い、以前愛人と別荘に行った時に目星をつけていた山奥にその遺体を埋め、集めていた大金を奪っていたのだった。散々嘘をついて言い逃れていた小田島も課長代理の男の遺体が見つかったことを告げられると顔が青ざめ、厳しい追及の後課長代理失踪事件の真実を語った。実はこの事件が起きる前の1990年にある社長が架空の株式上場話を持ちかけられ、出資者から4億5000万円を集めて失踪したという事件があった。この架空の情報を持ちかけたのが小田島であり、その社長も自分に何かあったら小田島に聞いてほしいと言っていた。小田島が成功もしていないのにやたら金回りが良かったのは、この時の事件で得た金があるからではないかという疑惑がある。裁判では周到な準備に基づき実行した計画的な犯行として無期懲役が言い渡された。1990年の事件については起訴されなかった。
大金を得る目的は嘘で偽った派手な生活を維持するためであり、身勝手なものであった。取り調べで嘘をつき続けられた警察はだいぶイライラしていたようで、言い逃れのできない証拠をつかんでやるという姿勢は、事件解決はもとより小田島を懲らしめてやりたいという執念さえ感じる。時代かもしれないが、投資などで儲けられるなどのうまい話はまずない。詐欺事件は今でも後を絶たないが、小田島のような異常者がいたことを知って、くれぐれも注意するようにしたい。